こんにちは、PZP です。カフェジーコさんというカフェがあるんですけど、とっても田舎ですね。なんか菜の花の中にこうカレーの旗が立ってます。では行ってみましょう。はい、こちらが入り口ですね。民家を改造して作ったということなんですけど、あ、民家です。本当民家ですね。うわー、おしゃれだね。私が書かせていただきました切り本市の看板でございます。すごい、すごい。これ作ったのね。相変わらずやばいね。いいね。こんにちは、PZP です。こんにちは。今日は栃木市の藤岡のジーコンチさんに来ています。イエーイ、ジーコンチさん。カフェですね。今はテラスにいますけど、ここは古民家ですか？そうですね、古民家カフェ、小屋カフェジーコンチさんですね。あ、はい、そこには可愛らしいサリーちゃんというワンちゃんがいます。サリーちゃん、サリーちゃん、あ、サリーちゃん遠くにいますね。サリー、はい、サリー、サリー、あ、逃げた。サリー、あ、逃げた。サリー。はい、でこちらのカフェでは何がいただけるんですか？気になりますね。クリームソーダも映え映えで映えるんだ。これは店内に入ってからの楽しみですね。楽しみだな。ランチは2セット。今日は大人様ランチをメインに頼みたいかなと思います。大人様ね。大人様、アダルトってことですね。そうですね。あ、いいですね。ウェルカム、ワンちゃんもこうやって遊びに来れます。カレーかバターチキンカレーをお選びください。両方がよろしければ別に200円でアイディアもできます。お飲み物がつきますので、こちらからお選びください。はい、お願いします。バナナジュース、イチゴジュース、ブレンドコーヒー。美味しそう。今日は暖かいし、クリームソーダ、いいかもしれない。名前がね、かわいい。いくつあんの、クリームソーダって？4種類。4種類あるんだ。一人一個いく。まあ、味は一人一個いけるじゃん。うん、じゃあ4つとも飲もうよ。トイレは外にありますけど、水洗です。かわいいな。洋式、和式？洋式です。あ、洋式じゃん、うん、あ、普通に洋式じゃん、すごい。もともとここは何だったんでしょうね。あの、いいのし、閉めてやっていいよ。なんかもともとさ、井戸がこれじゃなく、この上のここが C な、C がちっちゃくなってる。まあ、一般的にシーマークこんな感じであるから、お深いですもん、それで。そうそう、そう、これで進めちゃったの私。あ、まあ、
コスティングあるんでさ、お任せします。どうしよう、クライアントはいいよ。メロンソーダ舐めれるかな。アイスも舐めれるか。いや特にでも、ね、ダメかな。それよりポムに氷あげたら、あ、1個もらったな。ごちそうさまでした。もう食べたよ。ちょっと溶けたのがね、かけらがん。あ、来た、すごい。チリグモと谷中子。はい、谷中子がこちらで。辻雲は、あ、ごめんなさい、大丈夫。はい、で、こちらですね。うん、私より名前知ってる。うまいわ。おー、おー、あ、ダメだよ、先生、ここに来ます。紫のハイウェイ。はい、ありがとうございます。はい、紫のハイウェイはこちらです。え、そうなの？うん、巨峰だから。巨峰でいいの？うん、大丈夫です。これ履くと。可愛い。みんな、うん、私邪魔じゃない？大丈夫？うん、こんにちは。こんにちは。おとなしいんですよね。ね。お前嫌われてるぞ、お前。お前嫌われてるよ。ワンって言われた。かわいい。はい、できました。見て、大人様です。大人様ランチです。タケノコなんだ。タケノコご飯。素晴らしいですね。これがタケノコ。本当だ。タケノコにキーマを乗せるなんて。おしゃれ。贅沢だね。シロン君いただきます。シロン君が食べてるよ。素晴らしい。あ、シロン君が食べてるよ。聞いてるとピータンシーが、ね、感じられるよ、ね。うん。美味しいですね、洋食屋さんの味。うん、懐かしいレストランだね。昔の。うん。このタケノコ。あいがけ。うん。あいがけ。あ、美味しい。合うんじゃないのカレーと。うん。完全にカレーに持ってかれるけどね。あれ。うん、これだけさ、いろいろ種類準備すると大変よね。和食もやってたりするんですよ。まだ私ベタコ食べてないんだよな。うん、美味しい。和食屋さん。
黙食を守って皆さん静かに食事を進めている、うん、タネがついて食べてる時ですね。初たけのこご飯です。今シーズン嬉しいです。初物いいですね。うん、昨日タケノコ食べちゃった。ん、昨日姫タケノコ、あ、食べちゃった。お先に、あ、そうね、うん、そうであった。僕の日ラーメン食べて、唐揚げ食べて、今日カレー食べた。子供の時のばっかり。うん、大人はプレートとか、うんうん、デパートです。シフォンケーキ、シフォンケーキです。ふわふわ、そう、なんか作らないとね、税務署まで行かなきゃなの、ね、明日税務署行かなきゃなの、うん、税務署混んでたらどうしよう。紅茶はどちらでした？失礼しました。この匂いも、うん、つらも、この、いいよね、マスクしてこないと叩かれちゃう。はい、かわいい。なんかこういう柄のやつ、うちの実家に昔あったね、こういうコップ。いいね。すいません、書いた G です。ガンダム好きだから G って書いてあるのかと思ったら違うの。 G コンチの G、 G コンチの G か。そう、小泉さん書いた G の G、 G キャッチではありません。似てるからね、デメノで、ね、あの間違えないでください。検索でなんかよく G キャッチが出ちゃいます。さりげなく G キャッチの。いや、G キャッチもうまいよ。このカフェアっては何が書いてあるのかな。さあ、みんなで当てよう。はい、これは、さあ、何でしょう。カブトガニかな。カブトガニ。尻尾ここビューってやるわ。さかなクンもびっくりだね。これはカブトガニではありません。リーフです。リーフ。かわいいね。プルンプルン、ほら。プルンプルン。葉っぱだ。葉っぱだ。お前かわいいな、お前かわいいな、お前がジーコか、おい、お前ジーコか。Thank you.